い、こんにちは。コルサーガール、めぐみでございます。ということで、コルサー新作ガジェット、マウスとマウスパッドですね。同時に紹介してしまいます。こちら新作のマウス。コルサーダークコア RGB Pro SE という形式になります。で、こちらがマウスパッド、MM1000 ですね。これ同時に紹介している理由はこれからわかります。ぶっちゃけて言うと、去年のコンピューテックス台北ですね、の生放送動画を見てくださっている方は、これ、紹介してるので、見てるんですけれども、これがね、ワイヤレスなので、技的通さないといけないので、日本版のものが、ようやく発売されて、我々の手に届くという形なんですね。で、これ自体は、いわゆるコルセアの、有線、Bluetooth、ハイスピード USB という、規格の3タイプでつなげるようになっております。よいしょ。これは有線ケーブルですね。タイプ C の、タイプ A という形になっております。ここですね。有線でも使えるし、Bluetooth でつなぐこともできるし、で、これ、ドングですね。これでつなぐと、超スピードでいける。ね、コルセアのロゴもちゃんと入っております。で、今回、このマウスは、ここかな？こっちかな？あれ？ここか。ここが外れるようになっていて、今、ね、ここ、もう一個あるんですけど。これ磁石になってる。なので、簡単に取れるんですよ。ここ、こうですね。こう持ったときに、こっちの指も収まるようにすることもできるし、このようにこう普通に使うこともできます。まあ、ここは好みで変更できるんですけれども、ポイントはやっぱこう磁石使ったっていうところですね。こういう変形型マウスいっぱいありますけど、あんま磁石見ないんで、こう簡単に力いらずにできるっていうのは一個ポイントかなと思います。で、こちらが、MM1000 マウスパッドの方になります。これね、まあ、いいや、見てもらおう。見てもらったら早い。よいしょ。硬いな。お硬いですね。よいしょ。うん、よいしょ。になります。よいしょ。こうですね。これがマウスパッドになるわけでございますが、一応付属品この USB の、ライトニングとタイプ C で、これなんだ、これは何でしょう、あ、マイクロっていうのも付いております。で、これのポイントがあるんですよ。マウスパッドなのにケーブル付きと。で、2本付いております。1本は給電用、1本はここ、USB パススルーということで使えます。で、ここにね、この魔法陣が付いてるでしょ。魔法陣。こいつがポイントなんですね。この魔法陣を駆使すると、これ、まあ、有線で使ってれば、電池供給できますよね。で、今回、電池駆動ではない、なんかバッテリー駆動してるんですよ。ここの魔法陣のところにこう持っていくと、充電されます。充電されます。なので、バッテリー内蔵駆動型の、ものであれば、チー。このマウスパッドはチーなんです。規格としてはチーを使ってますので、どれでも充電することができます。どっちだろう。これだとこっちかな。よいしょ。ちょっとつないでみますね。うわ、怖い。うわー、ごめんなさい。もうほんとこんなばっかり。で、これ今つながってないので、スマートフォン、行きましょう。行くかな？行くかな？大丈夫かな？心配だな。ほい。ほら、来た！
いくよ。なんでもいいの。チーだから。あれ？ポイント？あ、ほら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 。ちょっとちょっとちょっと。ほい。待って、私。ほら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 。来るんですよ。だから、もちろんこういった、チー対応のスマホでも何でもいいけど、もう充電できるし、まあこれと組み合わせると最高っていうことですよ。有線接続でもいいんだけれども、ワイヤレスで Bluetooth か、USB トングでつないでる場合、乾電池じゃないからバッテリー、これ今回軽いんだよ。だからマウスが非常に軽くできておりますね。あれ、私今つないでたマウスどこ行きました？つないでたマウスさん、私の机からマウスがなくなったんだけど、あれ、ちょっと、あれ、困っちゃったなぁ。まあ、だからこれつなげばいいんだよ。これをつなぎなさいって話じゃない。これをつなぎなさいっていう。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。これで、あと、当然ながら、光りまーす。ね、かっこよく光りますよ。で、ね、マウスのスペックとしては、18000dpi 光学センサー。で、最大 2000Hz のハイパーポーリングテクノロジー。で、このね、名前がついてるんですよね。このトング使った場合は、スリップストリームコルセアワイヤレステクノロジー。まあ、前も紹介したと思いますけど、超高速で。あのラグなくいけますよっていう、遅延 1ms 1ミリシーベルト、未満の超高速ワイヤレスということですね。はい、重量書いてないの。重量よいしょ。マウスの重さがちょっと表記されてないな。あの持った感じがすごく軽いんですよ。すごく軽い。だからこれがリチウムイオンバッテリー内蔵の威力だよね。しばらく私はこれとこれでいこうかなと。このマウスパッドかっこいいっしょ。で、まあ私ここ機材だらけじゃん。だからあっちこっち、チー対応のさ、機材あるわけですよ。これもさっきも言ってたけど、スマートフォンもそうだし、この全部ここにパカッと置けば充電ができるというのは非常に便利ですよね。どうしてもバッテリー問題、ワイヤレスのマウスっていうのはバッテリー問題ありますから、まあ、昔使ってた何年前も、もうわかんないぐらい前ですけど、私もこの辺に炭酸電池バーって並べてたぐらいですから、それがリチウムイオンバッテリーで1日使って、使い終わったらポッとここに置いておけば、次の日満充電でまた使えるっていうのは、また基地になってくれるということですね。この発想はなかった。この発想はなかったわ。これはね、かっこいいと思う。なんていうか、ガジェット心をくすぐられるね。まあ、正直言うとね、あの、本当にもう去年のコンピテックス台北でお見せしているんで、見ていた方は見ていたと思うんですけど、買えなかったはずなんですね。国内版のものがね、どうしても、技適通さないといけませんので、これワイヤレスはね。なので、ようやく国内で手に入るようになりました。いいよ、これ。これいいよな、かっこいいよな。で、マウスパッドの方はね、こう裏にイボイボになってて、硬い。がっつり系ですね。がっつり系。で、滑りとしては、まあ中くらいって感じ。私の感覚ですけど、さーっていっちゃうタイプでもなければ、ぐぐってなるタイプでもない。ノーマルっていう感じのマウスパッドになってると思います。よいしょ。まあここもね、コルセアは大体これだからね。キーボードが全部そうだけど、一個ポート埋まっちゃったら嫌でしょっていうところで、あとは手元に来るっていうね、ところがいいなと。
思います。だからさ、これ2個挿しておけばここにね、あのワイヤレスじゃない充電なんかも別にできるっちゃできるので、もう完全に基地になってくれる。これいいでしょ、これ。これはかっこいいと言わざるを得ない。おお、こういうの好きだな私。こういうガジェット好き。だからこれね、私欲しくて、コルセアさんにあのすぐ送ってって言ってたんですけど、どうしてもこっちの方がそういうわけにいかなかったんで、1年かかっちゃったんですよね。よいしょ。違うよ、これ多分いかないよな。だって今これ無理だよな。あ、いった。ペアリングしなくてもいくっちゃいく。あ、違う、これ今ペアリングモードか。いってないね。だからこれで、これで、いいじゃないですか。分かりづらい、ね、ワイヤレス。だからこう作業しながら、じゃスマートフォンここポコッと置いておくとかっていうのにも使えるし、まあいろいろ今無接点ね、あのチーでね、だからほぼの充電増えてますので、デスクにチーの1個機械を置いている人はマウスパッドを兼ねてくれると超いいよみたいなところだったり、まああとはもう本当にこれとリンクして使うっていうのが便利極まりない方法かなと思います。どうしてもマウスワイヤレスの方の弱点は遅延と、バッテリーなので、まあ遅延の方はコルセアのスリップストリームテクノロジーによってもうかなり改善されてるんですけれども、まあ、有線でもほぼ遜色なく使える。なんですけど、バッテリーの方はどうしても電池入れると重くなる。で、電池を入れると頻繁に交換しなきゃいけない。で、これで充電すると、まあ今までだったらこれで充電してたんですよね。なんだけど、時代が進み、ケーブル一切ない。もうこいつは一切ケーブルを通さない。一度もケーブルつけなくていいってことよ。開幕で USB か Bluetooth でリンクさせて、あとは二度とケーブルを必要としないという奇跡のマウス。いや、奇跡のマウスっていうか、まあ、このマウスパッドの方が、だから、今回同時に紹介しちゃったのはそういうことですね。ということで、見ていただいてありがとうございます。これからね、またこれ使い倒してからレビューしますので、基本的にこういう、マウスキーボードみたいなガジェットっていうのは使い倒してからレビューしたいので、なかなかね、サイドボタンいっぱいあるんで良さそう。私好みっぽい感じはするね。いいね。これ結構ね、キャビネックス台北でバーッとマウス並んでて、で、パッと持ち心地的にかなりいいなっていう、こうやってパッと第一印象で私の持ち方と力の入れ具合とかで大体好みってあるんで、こうパッてやった時、あ、ダコかなりいいなっていうのがあったんで、ようやく使える、嬉しい。ということで、コルセアダークコアと、MM1000 の紹介でした。見ていただいてありがとうございます。またこちらのね、マウスの方の、パッドの方はもういいと思いますけど、あのマウスの方は使い込んでからレビューいたしますので、お待ちいただければと思います。またお会いしましょう。バイバイ。はい、ごめんなさい。1個説明し忘れました。付属品ね、最初に出さなかったから忘れちゃいました。これね、ついているものなんですけど、ここが今、マイクロ USB になってるんですけど、ここをね、ここに端子ついてます。タイプ C と、ライトニングに変換するものがついているんですけれども、これ何に使うかっていうと、対応してない、無接点充電、地に対応していないものを、こう挿して、これが、無接点になってくれるっていうものなので、対応していないデバイス、もちろんスマートフォンだけじゃなくてもいいんですけど、充電器として使える、無接点充電器っていう意味の、ハブみたいな感じ、下駄みたいな感じですね。で、やると、いろんなガジェットを充電することができますので、その、地に対応していないものでも充電ができるっていう、かゆいところに手が届くアイテムです。これちょっとごめんなさい。最初に出さなかったからね。興奮してそのまま喋ってしまいました。ということで、こちらもついていますので。
非常にいいアイテムかなと思います。またお会いしましょう。バイバイ。